はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、今日のテーマはこちらということで、石丸真二講演会2000年使うという。もうね、もう考えられないよね。申し訳ないんですけど、はい。もうなんか、何考えたらそんなことになるんっていうふうな話になるんですけれども、まあ、いう感じになってました。はい、いうことになりますんで、注意してくださいということです。はい。で、もう、はっきりと言いますが、石丸真二さんの票を減らしてるのは、石丸真二の応援団で。うん、間違いないと思う。石丸真二さんの票を減らしてるのは、石丸真二さんの応援団。俺だけに対してもやったことって何？ YouTube のコメント欄とか、X で要するに俺に突っかかってくるまではまだわかるよ。ね、うちの塾の要するにところに、塾に通ってもないのに、星一つっていうのをつけていって帰りますっていうふうなことをやるわけでしょ？ですよね。これ別に僕塾で他にも要するに収入源がありますっていうの、YouTube でも収入源それなりにありますって言ってるから別にいいっすよ。究極的な話言えば。だけど普通の人がこれやられた場合に関してはすごい打撃食らうよね。でも選挙中に要するに自由に発言して気に入らん店があったらっつったら、要は星1の爆弾を要するに投下するっていうことをやるんやろ。だけど俺は言えないよな。それをやったんが石丸真二の応援団だよっては言えないよな。その疑いがあるとしか言えないよな、俺はな。そしたらお前らも俺に言うなよ。俺が石丸真二を攻撃してるなんて言うなよ。証拠がどこにあるんじゃい、はっきり言うだろうが。はい。そう。証拠がないよな。証拠がないよな。じゃあ文句言ってくんなよ、みたいな。別に文句あるんやったら警察に訴えたらよろしいんちゃいますの。はい。というわけで、もう一個やってるのポイントになってくるのが、こちらということになるわけなんですが、しかも一件じゃないんですよね、これ。私もいくつか確認しても、消されてるか消えてないかちょっとわかんないですけど、2、3件はちょっと私見つけちゃいましたね。はい。いう感じになるんですが、しかし私、X の方では一切要するに何も言わなかったでしょ。文字だけ要するにパパパパって書いて、それで要するに、終了ということになります。はい。で、今日の本題は、まあ、こっちですね。はい。まあ、はっきり言いますから、石丸真二さんにも、石丸真二の応援団にも、何の期待もしてません。はい。はい。はい。無惨かね、なんかの、その、鬼滅の刃の、最初ラスボスを要するに言えないのに、鬼滅の刃です、オタク賢者で、アニメ賢者か、漫画賢者か知らないんですけど、漫画賢者ですとか言う人に対してね、何かを期待しますって、期待しません。はい。何にも期待しません。はい。で、私の要するに X で言ってることを、解釈を間違えて、突っかかってきて、人格攻撃してくる、石丸真二応援団の方々、何の期待もしてません。ただただ関わりたくないっていう。ただただ関わりたくないですよっていう。気持ち悪いからね。はっきり言っといてあげるよ。気持ち悪いからね。しかも要するに何か知らないクラウドワークスか何かよくわかんないので、何か要するに石丸真二さんの動画を拡散しますみたいなんで、料金がブンブン要するにぶっ飛んで要するに金額が飛んでますみたいな状態のところを関わりたいですけど、関わりたくないです。どう考えてもまともな連中じゃないなっていうふうに私は思ってるんで、関わりたくないです。はい。ということになるんですが、私の視聴者にはちょっとお願いがありますということですね。で、もし未成年が選挙運動に関連させられているようなものを見つけたら、どのような対応をしてほしいかということを要するにやってくださいということですね。で、まず一番は拡散しないようにということだけお願いします。その未成年の通っている学校、そして、子供さんがいじめられる、住所が特定される。まあ、それで迷惑系 YouTuber なんかが突撃に行ってしまう。なのは要するに被害が出てしまう可能性があります。はい。従いまして、拡散しないようにというところだけ、まず第一として覚えておいてください。つまり、この状態で二次被害を進するにはどうすればいいんだろうかっていうことを要するにやっときましょう。ということになります。はい。これもだから難しいんですよ。で、こういうことやってましたよねって言って、証拠を要するに残しとかないと、要するに彼らは、いや、そんなんなかったよって消してから言ってくるっていう連中いっぱいいるんで、正直な話。ほんと悪質だなと俺は思うんですけど、そのやり方するんやったら。それ自分らがやらかしました、ごめんなさいって言えばいいんやけど、謝りもしないで、なかったことにした上で、こういうことやるからみんな気をつけようねって言ったら、それ証拠どこにあるんですかって突っかかってくる奴らっていっぱいおると思うんですよ。今後ね。今後ね。だから、やるんだったら、だから例えば、いついつ何時の時刻にこういう風なことを要するにやった動画は今現在時点に消されてるけどっていうことは、ちゃんと注意喚起っていうのは必要やと思うんですよ。
あ、こういう陣営って未成年使ってめっちゃやってくるんやなっていうことを、知らしめるって、これは選挙にとって大事なこと、俺は思うわ、確かに。俺はな。で、あと警察に多分通報してる人も何人かいると思うんですけど、そういうのはすごく大事な行動だと思いますが、この未成年の子が人権守られるようにっていうんだけは、真剣に配慮してあげてくださいねって話。姿、背格好、形から要するに、特定するであったりとか、親や住所や学校のありかを要するに特定するっていうことは、やめてあげてくださいねっていう。うん。そもそもこの人東京都じゃないよとか、東京都の子供さんじゃないよとか、そういうのはあるかもしれないけど、やっぱそれを言うのは、要するに子供の人権っていうのがあるっていうことです。だから、こういうややこしい人権問題が発生するから、だから未成年っていうのは使っちゃダメなんですよ、簡単に言うと。はい。そしてもう一つこちらですね。もし身近にいる18歳未満の人いらっしゃったと、いらっしゃったりすると思います。はい。私も要するにライブ配信の前に選挙運動について皆さん気をつけましょうねみたいな話の動画を選挙が始まった時にですね、ライブ配信の時にあったんですけれども、18歳未満の人で、まあ選挙に興味持ってくれててね、はい。いう感じで、これどうですかっていうふうな話になった前に、それちょっと話待ってって、俺の今日の話をちゃんと聞いてってね、18歳未満の人は選挙運動できませんよと。つまりあなたが変な不要意な質問や発言をしたことによって、それが選挙運動の可能性があるよって。まあ、捕まることはないとは思うけどね。顔も出してないし、名前も出してないし、松井先生に直接ね、こういう、その授業としてとか、教育者に対してこれどう思いますかとか、YouTuber に対して聞いてるだけの発言だと思うんで、そこまでじゃないと思うよと。でも要するに一応念のためこういう法律があるから気をつけてねっていうことを言いましたよね。で、皆さんにはその全員に言う必要はないと思うんですよ。ただ自分のお子さんであったりとか親族の中でそういうのいたらこれ言ってあげてほしいんですよ。18歳未満の人は選挙運動できないですよと、基本的に。うん。基本的に18歳未満の人は選挙運動できないですよと。いうことなんで、選挙運動に借り出しちゃいますっていうことになったりした場合に関しては、これ違法ですから。はい。昔は、これ昭和の選挙とかだったりしたら、公職選挙法しろ何しろなーなーでやってた分あるけど、最近はちゃんと要するにその辺の全部取り締まっていこうっていうところもあるんで、正直。で、今回の東京都知事選がある意味で言うと、要はきっかけになる可能性があるんですよ。きっかけになるから、だから今回怖いって言ってんの、そういうことなんですよ。だから最新の注意を払ってみんなやれよって言ってるのはそういうことなんですけど、年齢が18歳未満の人は選挙運動ができないんですよということをちゃんと要するに周りの人に言っといてあげないと、要はダメでしょって話。というか、そもそも選挙のプロなんでしょ？選挙の神様ついてるんでしょ？選挙の神様ついてるんやったら、18歳の子に要するに例えばインタビューしようって思えへんやんか。それも18歳か17歳か微妙なラインやなっていう子にインタビューして、若者の声ってやったら、あ、18歳未満じゃったっていうのは、それはわかるよ、俺も。あ、失敗しちゃったんだねっていう話だね。そう。違うやんか。どう考えても違うやんかっていうレベルのやつ、やつのインタビュー持ってきて、何考えとんねん、こいつらと思って。はい。そういう風な感じになってるんで、まぁ、ちょっとご注意ください。まぁ、いう感じになりますね。はい。まぁ、ただ、まぁ、石丸真嗣の講演会とかは、まぁ、全く信用ができないな、という風に思います。はい。なので、従って私はもう、はっきりこの段階で言っておきますが、石丸真嗣の講演会や応援団に何を言われても別に結構です。好きなだけ悪口言ってもらえれば結構です。質問はしてこないでください。鬱陶しいんで、なぜか関わりたくないからです。はい。はい。どうせ上げ足を取るための質問しかしてこないのは分かってるんで、こっちも。はい。いうことになる。まあ、石丸真嗣を応援してますとか、石丸真嗣を要するにやってますとか、まあ、KDDI の社長がいかに偉いんか、ドトールの社長がいかに、偉いんか知りませんが、クソ野郎だと思ってます。はい。クソだと思ってます。はい。選挙に要するに未成年使ってて、それを要するにやってて、注意も、金を出しているにもかかわらず、注意もしないっていう時点で、順法精神も法律の精神、法律を守ろうという意識も全然ないんだな、というふうには思います。だから KDDI やね、電波が停波したりするんじゃないですか。電話が何日間も通話ができなくなりましたって言って、こんな時はソフトバンクの要するに電波も使えるようにしまして、料金は有料です。頭悪いんかって。なんでお前のところがやらかしたことで、お前俺らの客からも金払わなあかんって、法律の順法意識とか責任感とかない会社になってるやろ。そう、分かれへんでこれ。
極端な話言ったら。いや、こないだ俺がだって金出してるんやったら、お前も金返せって言うすく。何考えてこんなことやってんだよ。うん。少々の、なんと選挙違反だったりしたら、展示ブロック塞いじゃいましたとか、よくないよ。よくないけど、わからんではないけど。いや、もう、大チョンボ中の大チョンボやんか。これで金引き上げるって言わないような社長なんやったら、まあ、所詮しょうもないや社長なんやろうなっていう。まあ、人間としては終わってんやろうなと思います。はい。いつか皆さん、お金を稼いでるようと人格は比例しません。はい。お金を稼いでようが、お金を稼いでなかろうが、かすいやつはかす。よろしいでしょうか。はい。はっきり言っときます。かすいやつはかす。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。